シアトル出身のマイキーだ。俺の自慢の上腕二頭筋見てくれよ。イケてるだろ。それと同じくらいイケてるのがこの夏トマト。でも皮を剥くのって大変だろ。そんな時は冷凍庫にトマトを入れて凍らせるんだ。ほらカッチカチに凍ってるぜ。それじゃ水に入れてみるぞ。不思議なことが起きるからな。ほら自然と皮が裂けていくのがわかるだろう。あとはその裂け目から皮を剥けばほら簡単だぜ。凍らせたトマトを水に入れることで皮と身に隙間ができて簡単に剥けるんだ。あとはヘタを取った冷凍トマトをカットした野菜と一緒に煮込むんだ。柔らかくなったトマトを潰せばミネストローネの出来上がりだ。他にも冷凍トマトをコップ一杯の水とミキサーにかければトマトスムージーができるぞ。トマトの酸味が最高だよ。この夏みんなも試してくれよな。